こんばんは。前回の続きやっていきます。この同じサーバーの中で、ちょっとね、今、戦争みたいなことをやってるんですよ。シーズン1からシーズン2になった時に、サーバーが統合されたんですよ。2つのサーバーが今1つになって、もともと別々のサーバーの人たちが今1つのサーバーで遊んでるんですけど、まあ、ちょっとそこの覇権争いみたいに、自分たちがいたとこのサーバーの人たちと、統合した人たちが、こう、どっちが、一番かみたいなことをやってるみたいで、エデンってあるんですね。こっちじゃないや。出てないな。しょうがないな。マップがちょっと、エデンっていうのがあって、真ん中に。で、そこのね、なんか取り合いみたいなことをしてて、で、自分たちは、その、もともといたサーバーの一応、まあ、なんだろう、加勢するみたいになってるんだけど、まあ、はっきり言って弱いんですよ、まだ。自分たちの同盟はね。弱い同盟なんだけど、だからその巻き込まれて、めちゃくちゃ攻撃されて、今飛ばされてますね。もともとね、ここら辺にいたんですよ。ちょっとシェルターだけいつでも飛べるようにしてるんですけど、なんかね、飛ばされてました。で、飛ばされたところで、また狙われて、で、逃げようと思ったんですけど、移転でこのランダム移転っていうのは逃げれるんだけど、なんか相手がね、こう自分のところに攻めてきてたら、なんかできないんだと思うんですけど、できなくて逃げれなくて、とりあえず受けるしかなくって、攻撃受けましたけど、もうめちゃくちゃですよね。兵がね、減ってる状態だから、今だいぶ回復してるんだけど、それでもこれがあれですね、縦の方ですね、100分の80、まだ全部回復してないんだけど、今95か。で、その全然減ってる状態で攻められて勝てないですね。このゲーム結構、まあちょっと遊ぶにはちょうどいいんだけど、この戦争のところが、まあ他のゲームもそうかな。今まで全部いろんな信長にしても、キングオブキングダムだったっけにしても、まあ、雷金にしてもそうなのかもしれないし、他のゲームもそうなんですけど、その、守りがね、有利っていうのがないんですよ。普通、その、なんだろう、城攻めとか攻めるときは、守りが有利じゃないですか。兵が3倍以上ないと勝てないとかよく言われるけど、そういうことがなくって、同数で戦っても、相手のが兵種が1段階上だったら勝てないとかね。なんか、兵士が1段階上でも守ってる方が絶対有利だと思うんだけど、そういうのがね、ないですね。まあ、どのゲームもないかな。あと、シビライゼーションっていうのをちょっとやってるんですけど、そのゲームは若干守りが有利。で、今までは守りが有利だったみたいなんだけど、なんか補正が入ったみたいで、アップデート後からはそこまで、まあ、有利は有利だけど、そこまで有利じゃないですよって書き込みしてる人がいたんで、シビライゼーションが若干守り有利だけど、全然守り有利になってないんですよね。だから相手が3倍以上の兵じゃないと倒せないっていうのはない。今までやってるゲームでは経験したことないですね。守り有利っていうのがないですね。気楽に攻めれるっていうのは いいかもしれないけど、ログインした時にボコボコやられてて兵もなくっていうので、ちょっと多分それでやめていく人が多いんですよね。だから攻める方もちゃんと考えて攻めるようにはなってないですね、作りが。今はね、やられたんで、ずっと病院で回復させてる最中です。全然その、なんだろう、まあ、他の、その戦争以外の部分は結構楽しめるんですよ。でも、その肝心、このゲームの多分肝だと思う、戦争の部分が全く楽しめない。弱い人が全く活躍できない作りになってるので、そこでも活躍できる作りにしとけばもうちょっといいと思うんですけど、だんだんこう結局心折れてやめていく人が多い。まあ自分はなんだろう、そこまで真剣にって言ったらあれですけど、そこまでがっつりやってないので、まあいつかは追いつきます。こういうゲームっていつかは追いつくので、強い人にね。でも最終的にレベル30で打ち止めなんですよね。今、これです、7、次8作るのに、ここが24、で、次が27、で、最後30で止まってるので、まあ、10ですね、この兵のレアリティがね、で止まってるので、そこに行ったら、多分同じ条件になるんだけど、でもやっぱり防衛側有利にしてくんないときつい
ような気がする。攻める人はそのログインして、あ、ここいいねって言って勝手に攻めるけど、守る人はログインしてなかったら守れないので、バリア張ればいいって話だけど、バリアがね、このショップの中のその同面のレベルがある程度高くないとね買えないので、まあ、課金の中であるのかもしれないけど、ちょっと見つけきれてないですね。今はずっと病院で、ちょっとだいぶ回復したんですけど、ここだったかな、治療で。あと440ぐらいかな、だいぶ。それで、あのこれ時短するやり方があって、このこれ作るんですよね、薬みたいに。ここで、ね、でそれをこのこれの、薬作る材料が、どっちだったっけ、ここだったっけ、これこれですね、これここです。でここもレベル上げた方がいいし、病院も上げた方がいいですね。まあそのなんだろう、主力じゃないので、このサーバーの主力じゃないから、そこまでがっつり狙われないかなと思ったけど、やっぱ狙ってきますよね。あのもともと違うサーバーなので、その一緒になってるんで、違かったサーバーの人たちは自分たちを狙ってきますね。やり返したいんだけど、ちょっと弱くてやり返せないっていう。まあ兵士が今レベルが24になったらいいんだけど、多分その時はその人たちはまた25が27ぐらいになって、もう一個上の兵士になって、うん、また戦ってもって感じで。もその上げるのにね、日数めちゃくちゃかかるんですよ。これ22にするのにあと20日ぐらいかかるし、ここをまず開けないといけない。コントロールルームだったっけ、ここを24にしないといけないんだけど、この23にするのにまだ1ヶ月ぐらいかかってるので、で時短するためにこのダイヤっていうのを使いますけど、この中で売ってるんですよね。5日ここ時短するのに3000必要とかで、これがね、課金するとたくさん入ってくるんですけどね。1回だったかな、その、どこだったっけ、これか。これを一度2900、1ヶ月なんですけど、毎日これがダイヤ240もらえたりとか、その、これ、通常開けれないやつが開けれるようになったりとか、あと、このバトルの中の探索の、この入ってくる、コインとかが増えるんですね。プラス 50% になるんですね。さっきの2900円のやつ買えば。隣の2700円のやつはサブスクなんで、毎月払っていくやつなんで、ちょっとなんかそれはそれでどうかなと思って、2900の1回買って悪くはないんですけどね。ただ、どうしても、戦闘のところで守りが不利なので、まあ今までそんなゲームがないから、シビライゼーションが若干守りが、そこまで不利じゃない、まあそれでもやられますけど、不利じゃないかなって感じです。ね、グレードアップっていうのがあって、このヒーローがいるんですけど、このヒーローのグレードがあって、ここで、まあ、上げることできるんですよね。でそれをまとめて上げること可能です、ここで。まあ、こういう風に今ある素材をこういう風にグレードアップできますよっていうのも出てます。もう一気にここまで上げれますよって感じですね。1個ずつ本当はするんですよ、こうやって。こうやって。それを、そういうことしなくて、これで一気にできますっていう感じですね。とりあえずやろうか。で、まあ、上げて、上げましたね。で、上げたら、これを素材にして、またさらに上げること可能ですね。いやいや、一気に上がっちゃったな。このね、なんかね、イベントやってる時に関係あったりするんですよ、このグレード上げるのも。あった、これ上げたいんだけど、素材がない。素材がないか、残念。入れるやつがない。まあ一応24とりあえず目標ですね。24にしたら、27にしてる人はそこまで、まあいますけど何人か。でもそこまで多くないよ。やっぱ日数かかるので、これ上げるのに
ね、23にするのにあと残り1ヶ月とか、まあ、24にするのも多分かかると思うので、そしたらもうやっぱりがっつり課金してないと、そこまでの人は、まあ、いますけど少ないと思うので、まあ、とりあえず24ですかね、とりあえず当面の目標は24にして、兵種を今7の8にして、それでも多分負けると思うけど、まあ、そこで多分今までみたいなことないんじゃないですかね。兵種のその差は出ないので。あと、その、得意不得意があるんですよ。デッキ組んでて、これかな。こうですね。どのデッキで組んでるかで、例えばこの復讐者って組んでたら、この緑のやつに弱いので、そうすると、まあ、偵察ができるんで、偵察して、この緑のやつで攻めるとかね、いうことはできますね。大体偵察されて攻められることが多いですね。途中ですけど遠征します。他は全部終わってるよね。これは闘技場終わりました。無限闘技場っていうのが、デッキ組むときに車をセットできるんですけど、そのパーツですね。無限はこれですね。この乗り物の、パーツが、こういうパーツが出ます。さっきの無限闘技場ってこのパーツは1つセットして、レベルアップ で同じレアリティのやつを3つセットして、例えばこれが今レアだったら次はエリートになるのかな。青でその上が多分エピックだと思います。こうやってだから、あともうちょっと今いりますけどね。これでねちょっと強くなりますね。ちょっと遠征しますか、続き。あ、そうか、もうこれあれだ。食事も1回使ってます。食事使うと 75% 回復。結構やられてる状態からだね。ここは病院ですね。セットすると、戦闘の後に 7% 回復ですね。自分の最高到達距離があるんですけど、そこまではスキップできます。画面右下で新しいところ行くときはスキップできないようになっています。通常はだいたいスキップしてますね。こういうのはね結構気楽にできるので、あとまあ闘技場もセットして、ただ本当の戦闘のところがちょっとねって感じです。守りが全然有利じゃないのと、あと兵をこう例えば相手のとこまで動かして戦うとかいうのができない。まあ一応近くまで寄せることはできるけど、寄せるときは土地を取らないと、隣接仲間と一緒に隣接したところの土地を取ってそこに駐留しとくことはできるんだけど、兵が減ってるので、やっぱりこう自分の年ごと相手の近くに寄せて戦うっていう感じになっちゃうんですけどね。そこら辺がちょっと、まあ、改善のところかもしれないですね。この真ん中のこれですね、遠征のこれ過去最長っていうの1850、ここまではスキップできます。戦うとき多いって、あちょっと減ってるな、変えようか。これで戦闘にして、まあ、スキップですね。どれぐらい減ってるかわかんないんですけど、あ結構減った。まあいいかな、これで。これが一つはこの施設のレベルアップの時の素材ですけども、施設は全部マックスまで上げたんで、もう一個は武器ですね。装備の強化素材が出ます。それとね、一日のデイリーの中で一応関係があるので、これですね、一回遠征しようっていうので、これなんでクリアできないかっていうと、これ今やってるのが昨日のやつなんですよね。昨日のやつ全部最後までやってなかったのでって感じです。これが終わってもう一回やって初めてクリアになるみたい。朝の11時リセットだったかな。これは復讐者はこの緑に弱いんですよ。そこだけ覚えてる。だいたい通常スキップして先に
そろそろ減ってるかな。あーでもいけそうね。あでも結構やられてる。なんでやられちゃうんだ。爆発はローマンよ。かわいいかも。バッケン術は。あ結構いや。あどこに置いても一緒か。爆発はローマンよ。ここは通行禁止だぜ。この人生雑魚の始末。剣術は前が一応盾になって被害を多く受けるんですよね。後ろに置いとく方がいいんですけど。剣術は常に正確であるべし。ザコの始末ならお安い御用だ。ここは通行禁止。あでもやられそう。あ一応勝った。でもこれ多分やられてますね何台か。お一人だけ。よく持ったな。あどうしよう。帰ってくるよ。ベクロに死ねにや。ベクロに死ねにや。邪気をさ。ルーラとは勝者。ザコの始末ならコロコロなりそうだな。この人生お前のスキップでいいかな。オッケー。いや絶対やられてるよね。結構持ってるな。やられたけど。お危ない。下げて。ここは通行禁止だぜ。あいいよいい。結構持ってる。あこっからはスキップできないやつだ。新しい最長距離ですね。次行ったら これは迷うな。ザコの始末な。この人生剣さえあれば十分だ。この剣術はどうよ。やられると思うけど意外と硬い。復讐し。いや結構持ってるな。ジェシーって後ろに真ん中置いてるのが回復なんですよね。あ、やられた。本当はこのジェシーのやつ、小川健とジェシー同じ属性なんですけど、同じ属性で作りたいんだけど、いろいろ失敗してます。やられるわ。でもこの減った状態でできるんですよ。今減ってますね。この状態で残りのでやれるんですけどね。どうかな。勝てるかな。レベルね50ぐらいのしか残ってないと思う。この状態でやれるけど、後ろでしょ。お前のルーラとは少子。ターゲットロックオン。ミッション開始。盾がいないな。てめえも切られ。てめえも切られて。どうかな。いけるかも。レベル低いけどいける。オッケー。やった。記録更新。2100まであります。多分次でやられますかね。途中ですけど今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。